やすごいよな。だって FPS ってできないからさ、おばあちゃんだからマジで FPS できんのすごい。でも団長さ、やっぱナロー系とかさ憧れるけんさ、アクタンとか見てるとさ、俺もアクタンみたいにあんなに強くなりてなったらみたいな妄想するよ。うん、わかるわかる、ナロー系。いや、アクタンマジかっこいいよな。トア様とかさ、あとまつりちゃんとか、そういろんなさ、そう FPS で大会とかも出るような子いるけど、みんなうまいよな。いや妄想するよ団長、マジでマジで拳銃な、拳銃って言い方もなんか、あ、そう、シシロンとかね、ボタンちゃんとか、拳銃って言い方がまずかっこあれかな、ちょっと違うかな。ピストル？なんて言うの？鉄砲？なんて言えばいいの？なんて言えばいいの？ハンドガンか？ハンドガンとかいろいろあるじゃん。あれさ、やっぱなんかかっこいいなって思う。種類とかわかる人とか、ハンドガンでさ、ライフルとかね、いいな、かっこいいな、憧れるなって思う。強いなって。ちなみに団長がそういう感じでさ、そうナロー系主人公みたいになれたのってさ、多分ソーセージレジェンドぐらいだもんな。ソーセージレジェンドは強かった。そう、団長ソーセージの扱い、いやソーセージの扱いって言ったらまずいか。まずいな、それはなんか深読みされてしまう気がする。ちょっとソーセージレジェンドはでもすごかったね。ボンバーマンも、そうボンバーマンも地上波の番組内で、ボンバーマン勝ってボンバーマン女王になりましたけど、弾の扱い、その丸いじゃん。爆弾って丸いから丸。丸い、弾の扱いと、ソーセージの扱い、もう最悪。最低。マジで日曜日のこの時間、最低ですよ。PTA から訴えられてもおかしくない。不健全な配信すぎる。もう怒られちまうよ。子供に見せたくない配信ナンバーワンになってしまう。そうなってしまう日も近いかもしれんな。気をつけます。イエーイ。はいはい、うーポンポン、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。